本地または、ふんちとは、ハエトリグモの一種猫ハエトリのオス同士を戦わせる遊び。神奈川県横浜市、同川崎市と千葉県富津市付近で、現在も続く昆虫相撲の一つである。この遊びと遊びに使われる雲のことを、横浜、川崎では、本地、富津では、ふんちと呼ぶ。横浜市では、市の地域無形民族文化財に登録されている。 猫エえりのオス江戸時代頃より、雲合わせの名で遊ばれており、賭けの対象にもなり、幕府に禁じられた。大正時代には、雨で漁に出られない漁師の間で流行した。1924年頃よりこの地域で盛んに行われるようになり、第二次世界大戦後の1960年頃まで、子供たちの娯楽として熱狂的な人気があった。 本地の持ち運びケース兼アイリングとなる、マッチ箱に似た小箱、本地箱が、木型職人であった、加藤幸太郎などの手によって量産され、駄菓子屋で販売された。横浜市では1983年に、遊びの保存、伝承を目指す横浜本地保存会が発足し、現在も毎年大会が開催されている。2019年11月5日、横浜市内の本地は、 横浜市登録地域無形民族文化財に登録された。本地と同じく江戸時代から富津市地域で受け継がれ、こちらも第二次世界大戦後の昭和20年代に子供たちの間で爆発的な人気を博した。当時駄菓子屋で販売されていた雲箱が最盛期に年間60万箱も生産されていたことからもその人気度が伝わってくる。 しかしその人気も高度経済成長とともに子どもたちの遊び道具が変化していったことで姿を消してしまった。1999年に地元のフンチ愛好家が集まり、フッツフンチ愛好会を結成し、10代から80代の会員が60名以上集い、次世代につなげていこうと活動を開始した。毎年5月の大型連休に横綱決定戦を開催し、 一般の参加者も含めトーナメント形式で横綱を決定している。毎年メディアにも取り上げられ、参加者、見学者含め300名を超えるイベントとなっている。年々見学者も増加し、富津市の町おこしとして一大イベントになっている。横浜の本地は市により文化財に登録されたがふ地は無指定であるため、富津ふんち愛公開は、 無形民族文化財の指定を目指し毎年5月に大会開催などの活動を行っている。ありがとうございます。